フォンドメタルはイタリアの自動車部品サプライヤーであるロンバルディア州ブレシアに拠点を置いている主力事業はアルミホイール製造販売でフィアットなど欧州メーカーを中心として OEM 販売なども手掛けるまた同社は1991年から1992年まで F1 に参戦していたフォンドメタルは1970年に ガブリエーレ・ルミによって、パロスコというベルガモにある小さなコムーネに設立された。もともとルミの実家は鋳造業を制業としており、ルミ自身も1908年に彼の祖父によって設立された芋の製鉄工場の三代目オーナーであった。自動車部品の提供を始めたのは二代目のステファノの時代とされている。フォンドメタル設立当初は、 自動車部品の生産を専業で行っていたわけではなく、主に水道管やインテークマニホールド、クラッチベルハウジング、オイルサンプを製作していた。その後顧客の要求に応えて、自動車産業用部品の製造に専念するようになっていくが、70年代の石油危機に橋を発した、緊縮の時代を経て、ホイールの提供を事業の中心へ据えていった。 1980年代には、マセラティビトルボのシリンダーヘッド、エンジンブロックなどの製造にも携わっていた。1993年には、関連会社として、空力エンジニアであったジャンクロード未上と共に、技術開発会社、フォンドメタルテクノロジーを設立したが、2013年に、フォンドメタルへ、吸収合併している。1984年におゼライや ウィリアムズ・ティレル・リジェといったチームにホイールの供給を始めたことで F1 の世界に進出。1988年にはオゼラのスポンサーとなり、1990年末に同チームを買収して参戦を開始した。ドライバーはオゼラ時代から引き続きオリビエ・グルイアール。だが、第14戦で AGS のガブリエル・タルキーニとのトレードが行われ、以後は タルキーニが乗った。この年は一大体制での参戦となった。シーズンを通して、予備予選で苦戦が続き、決勝進出は6戦にとどまる。アンドレア・キエーザが、モナコ GP でドライブする、グレーン01スポーティングレギュレーションの変更で、すべてのチームに二大エントリーが義務付けられたことから、ドライバーに、タルキーニと、新人アンドレア・キエーザの二人を起用した。 前年の成績によりたるキーには前半戦の予備予選を免除された。フォードコスワース HB エンジンを獲得し、開幕より序盤は全面型のマシングレーン01に搭載して出走。第7戦カナダ GP からはセルジオリンランドがデザインしたニューマシングレーン02を投入した。HB エンジンの獲得やシャシーの開発にかなりの予算を割いたこともあり、 タルキーニが中断で速さを見せたが、乾燥もままならない状況が続き、ジョニ、資金不足が深刻化していった。無得点のため後半戦はタルキーニも予備予選組に戻された。第11戦ハンガリー GP からは、キエーザに変えてブラバムから、エリック・バンデ・ポールが移籍したが、転戦資金にも急したチームは、第13戦イタリア GP をもって、 撤退を決断した。チームを失っても F1 への情熱が冷めないルミは、エアロダイナミクスを中心とした技術開発会社、フォンドメタルテクノロジーを設立し、テクニカル、パートナーとして F1 との関わりを継続した。1994年から1996年までは、ディレルと、 1996年と1997年は、ベネトンと技術提携を結んだ。ティレルには、エアロダイナミシストとして、ジャンクロード未常を派遣し、フォンドメタルテクノロジーの自社風土を活用して、ティレルの空力開発全般を引いた。また、1997年からはルミが、ミナルディの共同オーナーを務め、同チームが搭載する。 コスワースエンジンのバッジネームを取得するなど密接な関係になっていたが2000年末にルミがガンに侵されていることが判明するとフォンドメタルの所有していた株式をポール・ストッダートに売却し一戦を退りいたルミは翌年死去した車体になっているドライバーはスポット参戦などフォンドメタルチェルキー・インラがアルミニウムホイールズアロイホイールズ ありがとうございます。